皆さん、こんばんは、マーティン。ダイヤモンド役は、キンタケです。ダイヤモンド秘密道具。今回は、実は、謎の話、夢中期の話です。夢中期って何だろうなぁと思うけど、これね、どんなのか。実は、その物語があるんです。はい。夢中期はですね、はい。これね、夢中期、それを使うと何でも夢中になれるやつです。はい。その、のび太くんが、まあ、宿題しなさいってことから始まって、まあ、参考書調べて漫画読んだ。しかし、それが、ダーツみたいなやつやって、まあ、そんなことになっちゃった。はい。やはり、夢中期かどうかし、どこにしまったか。これ、じゃんけん練習期で、ドラえもん負けちゃいましたね。はい。やはり、いろいろ、ずいぶん入ってるけど、はい。まあ、たくさん出てますね。空気クレヨン、はい。あとは、まあ、そうですね。はい。あとは、まあ、楽しい一日乗ったんですが、静香ちゃん、大田武史さん、スネ夫さんと遊びまして、その後、食事したんですが、のび太くんがいなかった、まだ部屋にいたんです。宇宙機出たらドラえもんが使え、おしまいです。はい。他にも道具出てこないものといえば、うつつ枕、さらには、ウルトラスーパーマイティストロングスーパー鎧、バカには見えないやつです。はい。シャラガムですね。はい。というわけで、ドラえもん夢中期の話でした。バイバイ。